三英傑もしくは、郷土三英傑戦国三英傑は、現在の愛知県出身で、名古屋に、ゆかりがあり、戦国時代において天下を統一へ導いた、下記三人の戦国大名について、主に後世において、中部地方や愛知県で検証する故障。公語では、戦国の三傑が用いられる。名古屋祭りでは毎年、 この三人にちなんで郷土英傑行列が行われている。江戸時代までは、尾張と三河を一体と見る考え方はなく、また、江戸時代に、新君だった家康と他の二社を一色他に語るのは困難であり、成立は明治時代まで下る。ただし、開江五年、小田切春江著、尾張英傑画伝では、三英傑に加え源の頼朝と足利高氏を、 曹操五君都市、信長、秀吉及びその期下の武将たちを含めて、日本の英雄の多くが終わりから出たと記し、三英傑のイメージの一部を提供したのが読み取れる。三英傑を取り上げた、最初の書物は、明治十二年成立の水谷民彦、三傑年譜前三十巻と見られる。ただし、水谷はあくまで尊能の観点から三人を取り上げて、おり、 三欠年譜も、写本でしか伝わっていないことから影響力も少なかったと見られる。ついで注目すべきは、在京愛知県出身者によって編集された雑誌、愛知学芸雑誌総刊号に、地理学者、志賀重隆が寄せた論考である。志賀はここで、愛知の地理的一体性を強調し、その地理的環境が、幾多の英雄を生み出したが、 その代表的存在が三英傑であり、彼らを帰り見ることで県民の奮起を促している。一方、言論だけでなく、清須、中村、岡崎における史跡公園の整備という形で県民の協議が進められている。昭和11年には、名古屋の財界人、文化人たちが三傑会を結成し、東京と大阪に経済的、 文化的に対抗する意味が込められた。翌年の名古屋反対平洋平和博覧会の会場に設けられた歴史館では、入り口には三英傑の等身大木像が置かれ、剣君神社、宝国神社、東照宮が分誇らされ、ジオラマによって三英傑の活躍が再現された。さらに、博覧会に合わせて三傑説が作られ、日本ポリドール社から、 レコードも販売された。こうして戦前までに、信長、秀吉、家康を、並列的に、郷土の英傑として称える見方は定着する。昭和30年には、名古屋祭りに、郷土英雄行列が登場し、現在も続いている。当時三英傑という故障はなかったものの、天下人の座を受け継いだ三人をひとまとめにする、考え方は、江戸時代から存在した。 天方海域に、織田がつき、橋場がこねし天下持ち座して、クエラフは、徳の川という教科がルフされ、歌川義虎によって、西木絵も描かれた。ただしこの絵には、明智光秀も含まれている。道家武者御代の若持ちが中に、君が世を突き固めたり春の持ちの句を記す。歌川義虎が、三英傑の性格を、泣かないほととぎすをどうするかという題材で構成の、 人が言い表している。これらの川柳は、江戸時代後期の平戸藩主、松浦清の随筆、孔子屋に見える。以下に引用と、その解釈を記す。なお、松下電機の創業者である、松下幸之助は生前、これらの句に対抗して、泣かぬならそれもまた、吉本都義すと読んだことで知られる。2019年現在で6人いる。 以下に三英傑をすべて演じた、年代順に並べた。複数作品で、同一の英傑を演じている場合は、最初の一作のみを記す。太字は主演作である。以下は三英傑を二役まで演じた俳優の一覧。愛知県名古屋市が毎週行う名古屋祭りでは、三英傑を主役とする祭りが盛大に行われる。三英傑はほぼ毎年公募され、そのうち、 織田信長役の死亡者は、乗馬ができることが要求される。名古屋祭りで三英傑を演じた者の,の OB 会があり、英傑会と名乗っている。ありがとうございます。